民法の不法行為、これは入らないと。民法の不法行為も入りうると。一夜にして変わった解釈。記憶の限りでお会いしておりません。記憶の限り見ておりません。記憶にないを繰り返す大臣。政治資金規正法にのっとった適法なルールでございます。法にのっとって適正に処理しておりますことから、政治資金規正法の違反とのご指摘は全く当たらないと。明るみとなった政治と金。もうやめさせた方がいいんじゃないですか。不十分な点につきましては引き続き、説明責任を尽くしていくことが必要であると。一方、止まらない円安に責任追及はこの人にも。量的質的金融緩和がですね、全く失敗したというのは事実に反するということになります。やめるかやめないかどっちなんですか。やめるつもりはありません。7月に参議院選挙が終わり、旧統一教会と政治の関わりが問題となってから初めて行われた国会での本格論戦。最初の1週間をダイジェストでお伝えします。私たちはいつまで待てばいいんですか。いつになれば調査が終わるのかが大体メドが立つんですか。少なくとも年内に権限の行使、これはスタートさせたいと思いますが、それがいつまでかかるのか、これについてはこの今具体的に申し上げることは難しいと。関連団体が本体の実態を見えにくくしているわけですから、関連団体についてもこれを調査しなければ実態がわからないというふうに思います。法人格を持った団体だけがこの宗教法人法によりまして対応できるということになっておりますので、関連の団体のことにつきましてはこれは対応できない。本体は知らぬ存ぜぬとおっしゃるでしょう。関連というのはいやいやそれは信者さんがやってるもんだよと、こういう話になる可能性高いんですよ。総理、法的なデュープロセスをしっかり踏んで、この手続きを進める、その中で、その関連団体につながるようなこのものがあれば、それはまた情報収集、実態把握に努めていくと。名称変更の申請について相談があったときに文化庁はどのように対応したんですか。それに関しましては、申し訳ございませんが公表できるというわけではございませんので。山添拓君。今公表できないとおっしゃったのですが、経過については記録があるんですか。記録はあるようでございますが、法人の個別のことに関しましては、開示できないことになっておりますのでご承知ください。今日の朝日新聞に統一教会の友好団体が国政選挙前、自民党の国会議員に対して憲法改正や家庭教育支援法制定、日韓トンネルの実現推進などに賛同するよう記した推薦確認書を提示し、署名を求めていたことが分かったと。調査をされますか。選挙にあたってはさまざまな団体関係者からアプローチを受ける、さらには推薦を受ける、こうしたやり取りがあります。問題があったならばそれぞれ調査報告説明を尽くしていく、これが大事だと思います。自民党の議員の皆さん、説明責任果たされてないではありませんか。外国に本拠を置く団体が自民党を通じて日本の内政に干渉したという疑惑ですよ。政治の信頼を損ねたという意味で、政治の判断で、謙虚にお詫びを申し上げなければならないと思いますが、干渉した自民党の政策に影響があったということは私はなかったと思っております。財源論ももちろん必要でありますが、真に必要な防衛力について検討する、政治の意思で GDP 比 2% に向けて予算を真水で増額し、必要な防衛力を整備していくことについて、総理の覚悟をお伺いしたいと思います。国民の命を暮らしを守るために何が必要なのか、こういった観点から内容の議論を進めていると。内容、予算、そして財源、この3つを一体的に議論をしていく、これが今の
この議論の大きな方向性であると。先週の浜田防衛大臣の答弁で、極超音速滑空兵器や変速軌道で飛ぶミサイルなどは、現在のミサイル防衛技術では対応できないという答弁がありました。そういったミサイルが飛んできて、そして原発が標的になったときに、どうやって対応されるんですか。岸田文雄君。現状の PAC-3 等の能力向上、こうしたものに取り組んでいく、能力を含め、あらゆる選択肢を排除せず、現実的な検討、これをまあ加速して、いきたいと考えて。ミサイル基地を中心とした軍事用施設、これはですね、スタンドオフミサイルをもし買うのであれば必要になってきます。今まで存在していない長射程の、ミサイルを、どこかの市町村、あるいは県、都道府県に置かなきゃいけなくなるわけです。で、そのときに、誰がそれを引き受けるのかと。配備にあたって、この、その関係の、地元の皆様に対する、説明など、これは丁寧に行う、これは当然のことであると思います。ご理解いただけるような説得力がある説明を行うことは政府の責任であると。防衛費の問題、NATO と比較をして増やすべきだと、こういうような意見もございますが、一方で、日本の子育て関連の公的支出というのはですね、対 GDP 比におきまして、欧州諸国の半分程度、この子どもの関連予算の倍増も喫緊の課題であろうと。子どもの視点に立って必要な政策は何なのかをしっかり議論した上で、その財源について、社会全体でどのように負担をするのか、こうした考え方を整理をし、その上で倍増の議論を進めていかなければならない。例えば、東京都は18歳までこの医療費助成をやろうと、こういう流れになっておりますが、この国が乗り出して医療費助成の拡充をするべきだと考えますが。子どもの医療費助成制度、これをすべて国の制度として実施することは、助成内容等について、地域差があること、あるいは厳しい医療保険財政が勘案すると、課題は大きいと考えております。今回の給付の対象者となる年齢層は、ほとんどが60代以上であることが分かります。年金収入がある、あるいはもともと資産を持っている高齢者の方々に対して、どういうわけか重点的にお金が配られている。救済策としての効果が薄く、世代間格差を助長する、これは失策ではないか。物価対策でありますので、賃上げの効果が及ばない、方々、年金、受給者もそれに該当するわけですが、そういった方々に対する政策として意味があると。低所得者のみならず、子ども・子育て世代に対するこの支援等、さまざまな政策を重層的に用意をしております。野党5党1会派は、4分の1以上の要件があった場合には、20日以内に国会召集を内閣に義務づけるという法案を提出をいたしました。内閣総理大臣として議論すべきだということをこの場でおっしゃっていただきたいと思いますが、いかがですか。内閣総理大臣、岸田文雄君。議員立法でありますので、今政府としてそれに対して直接申し上げることは控えなければならないと思います。総理、そういう答弁してるからですね、支持率が下がっちゃうんですよ。98日間開かなかったことは合理的な期間なんですか。やはり適正な一定の期間というのはあってしかるべきじゃないですか。その時の内閣が責任を持って合理的な期間を判断をし、そして提案させていただく、こうしたことであると認識をしています。そして一方でご指摘のように、内閣とそして国会との関係において、その合理的期間に上限を設けるべきであるかという議論がある、これはその通りであります。これについては、この与野党をしっかり議論を行うこと、これは重要なことである。